こんにちは、速稼塾の久保です。最近はこういう風習ないと思うんですけども、例えばね、家の中で長男がものすごくね権威があって威張っていて、まあ、まるでねもう家の支配者みたいな立場で次男とか次女をものすごくね指示したり命令したりしている。時にはお母さんですら長男の言うことに従ったり長男に相談するみたいなことが、こんなことがあったりするんじゃないかなと思うんですよ。これはね、私の記憶では昭和20年代とか30年代にはまだ色濃く残ってた風習で、お父さんが外に出かけてる間、長男が家を仕切るというね。だからこの長男にはその家の大黒柱、跡継ぎとしての、まあ、素養があったのかなと思うんですよね。まあ、ですんで、家に長男が生まれたら、結構ね喜んだ家があったりとか、まあ、女状態といいますかね、女性ばかり生まれている時には、こう力の強いね男性を、まあ、お婿として迎え入れるみたいなことがあったみたいですけどね。まあ、その辺は今では許されないようなね立場関係だと思いますけども、実はこのね長男が強いっていう関係はもうちょっと前の時代から引き継がれているんですよ。私の聞いた話によると、そうですね、昭和の前、まあ、昭和40年代までまだこの風習とか呼び名が残っていたとされてるんですけども、あのおじろくとかおばさっていう言葉がねあるんですよ。これは昔日本や古来中国とかね、それから朝鮮でもあったんですけども、長男、まあ長女もそうなんですけども、主には長男です。長男だけは家を継ぐ大事なね働きとして尊重されて人権が与えられて、その後に生まれてくる次男以下は全然ね、こうおじろくおばさって名前が付けられて、もう本当に長男を引き立てるためだけの、まるでね召使いか奴隷みたいな人生を送らされるみたいなことがあったんですよね。今では本当に考えられない、背筋のゾッとする話なんですけども、話はねもうちょっと深いところまで行くんですよ。そのおじろくおばさっていうものの呼び方の語源が、なんとね、あの厄介っていう風に呼ばれてた時代もあったらしくって、厄介者っていうでしょ。厄介者っていうのは今はね、ちょっと軽い差別用語みたいになっちゃったりとか、厄介な仕事って言葉とかあると思いますけども、厄介な人っていう言い方はね本当に今では絶対使っちゃいけない言葉になりますけども、もともとは次男以下、次女以下を全部まとめて厄介って呼んだらしいんですよ。厄介ってすごく嫌な言葉ですよね。で、私が調べたところによると、厄介の介の字ってなんとかの助っていうね助の字なんですよね。まあ、だからこの辺になんかヒントがあるのかなと思ったんですけど、そうではなくて、厄介の頭の字、厄っていう字ですよね。厄介の厄っていうのは呼び方これしかないらしいんですけども、語源をたどっていくとですね、どんな成り立ちだったのか、どんな由来でこの漢字ができたのかというと、なんとね、崖の下にひざまずく人間を表したのが厄介の厄の字だっていうことなんですよ。崖の下にこうやってひざまずいてる人ですね。で、もっと調べるとですね、これは昔の、処刑方法といいますかね、はっきりとした処刑ではないんですけども、余った人を殺す儀式だったらしいんですよ。なんとすごいですね。そこまで遡るんですよ。崖の下に人をこう並べておいて、崖の上からね石を落としたり崖そのものを壊したりとかして生き埋めにするという、そんなことがあったらしいんですよ。で、生き埋めにされる方もただ祈るだけっていうかね、こういうひざまずく格好をして腕を縛られた格好でね、そのまま死を待つだけというね、そんなことがあったらしいです。いつの時代まで遡るかは分かりませんけども、そういうふうに、次男以下、次女以下を全てね、そういうふうに厄介者とかね、ある時はもう命を命とも思わないような方法で、そういうふうに黙らしたり、いわゆる殺したりとかするっていう時代から、だんだん生きててもいいよ、その代わりお前の人生は長男や長女を引き立てるためだから、奴隷のように召使いのように働くんだよって教育をされて、で、次男以下次女以下もおじろくおばさと言われて、黙ってそれに従って、もう着るものも着ず、食べるものも食べずに、本当にね、そのまんま人権なんてねないような生き方をされていたらしいんですよ。そういう歴史があったところで、もうちょっと文化が進んで、まあ、次男以下次女以下もちゃんとご飯を食べて着る服を着て教育を受けてもいいよと、その代わりだよ、長男には従えっていうものが残っていたんですよ。で、そこでね、私ちょっと恐ろしい言葉を聞いたんですけども、まあ、これはある方を通じてなんですけども、長男がね、あの弟以下妹以下が言うことを聞かない時に、お前ら黙って言うこと聞け、兄ちゃんの言うことは聞けないのか、おじろくにするぞ、おばさんにするぞってからね、そういうふうにガッとね恫喝して脅したらしいんですよ。そうすると弟以下妹以下もおじろくおばさってものがどういうものか知ってるから、分かりました、ごめんなさい、おじろくにしないで、おばさんにしないでっていうふうに懇願したみたいなね、そんなストーリーが残っていてですね、ここで、全てのね物語がこう見えてきたわけなんですけども、
今はね、長男だろうが次男だろうがきちんと同じように、過ごすことができて、きちんと認められた人権があって、すでにね、家の中で長男が絶大な力を持ってるって時代ではなくなりましたし、もうましてやね、おじろくおばさんなんて言葉を知らない人の方が多いんで、こんな話をね、蒸し返すべきではないのかなと思ったんですけども、まあ、あの人間の歴史とかね、人間が権利を持つとか人並みに生きるっていうのは、こういうふうな過去の方が命をかけて積み上げてくださった歴史とか戦いの上にあるんだなと思ったんですよ。で、今私たちはね、公民権というものを持ってます。誰でも一定の年齢になったら選挙もに参加することもできるし、立候補も自由にできるわけですよ。その中で、本当にもったいないなと思うのが、自分の権利を使わずにちょっと愚痴るだけとかね、麻生財務大臣なんか気に入らないやって言うだけとかね、要求があるんだったら今私たちは選挙で戦うっていうことができます。あとね、こうやって YouTube で喋って多くの人に自分の気持ちを分かってもらって仲間を集めるってこともできます。協力ができます。プラスですね、最高なのは官邸にメールを送って自分の一国民の声を総理大臣に届けることもできるんですよ、ね、で今麻生財務大臣とか菅総理がいますけども、その事務所にメッセージを送ったり直接訪問したり、そういうこともできるんですよね。だからできる方法たくさんあるなと思って、そのおじろくおばさんから話はだいぶね、現代に今来ましたけども、なんかできることをやっていけば、今までずっと報われずに、それこそおじろくおばさって言われて、厄介者とね、その昔は言われて、役と言われてた、そのね、悲しい時代からずっと続いてきて、人間は誰でも平等なんだとかね、法の上に人は作らず、なんか人の上に人を作らず、下の下にも人を作らないっていう、その教えが、やっと今ね、現実化してきたんじゃないかなと思います。だからね、やっぱりこう、腐らずに、やることなんじゃないかなと私は思いましたね。まあ、ちょっとね、怖い話から始まって、なんか結局は、政治とか選挙の話に持ってきましたけども、ただ単純にこの話を何でしたかったかっていうと、このおじろくおばさの語源が厄介者っていうところから来てるというね。厄介者ってポカンといきなり生まれた言葉じゃないんですね。いやー、なんとも言えないようなストーリーでございました。はい、じゃあ以上でございます。